post disaster no kase ne. Kuru yo. Break in. Beigan gear. Deru. Kyo. Koko de Beigan o shiru no da. Eh? Ima nante? Sakura? Daijoubu. Shoutaijou-san. Kono omake domo ga. Hashimaru no sub-unit de tatakatteru. Shoutaijou, daain tachi no engo wo. Yuno no ane-san, sumimasen. Break reaction ga dondon tsuyoku natte kiteru. Minna, kyou tsukete.見たことない黒いモビルスーツがブレイクイン。さくら、これがベイガンの。ビンゴ、Xラウンダー専用機。ジルスベリー。なんだこいつら。おまけの新型か。似てるけど違うわ。油断しないで。オルガ団長さんに連絡して。予想外のことがいろいろ起きると思うから。わかりました。ガンダム。これがエイジシステムに搭載した。 ガンダムエイジエフェクス気を忘れくんだ。こちら地球連邦軍火星でも戦闘支援をするよ。火星って、じゃあ僕は戻ってきてしまったのか。姉さん、オルガ団長と通信がつながりました。こちらユノです。団長、招待長が戦線に加わってます。おお、すまねえ。何が起こってる。モビルアーマーが複数嫌がる。やっぱりエグザディーリーの干渉だ。リミッターの異常で ミカと秋広は動けねえ。俺たちでやるしかねえんだ。こちらは動ける機体でエンゴに向かいます。何がどうなってるんです。通して風。エンゴ、助かったぜ。俺たちは団長と合流する。はい、気をつけて。見たか。今のは指導。いや、違う。あれはハシマル。団員のみんなは無事みたいね。 副団長さんが仕掛けた爆弾があちこちにあるよ。撃てば爆発するから使っていこう。動けるモビルスーツがいて助かったぜ。一気に押し返すぞ。火星に他にもモビルスーツがあるんですか。まさかガンダムレギュルス。俺だ、招待長。キア、無事か。大丈夫です、オルガさん。現在交戦中です。 こっちは手一杯だ。何で気合いなんだこいつら。ハシマルがいるなんてありえない。この機体、無人機ですよね。今、モビルアーマーって一体。300年前、厄災船の中心を成した。これで決める。火星をこれ以上荒らすな。やったわ、ハシマル撃破。早く団長さんのところへ行こう。すまねえ、こっちは戻せる。はい、すぐに合流します。 ここは俺たちが引き受けます。姉さんたちは団長のところに。了解。招待長、マーカーに向かって。この反応、エイジーの歴史からのブレイクイン。エイガンのXラウンダー専用機ジルスベインだ。僕たちが持っている力はこんなことに使っちゃいけないのに。あれ、他の歴史のデータも反応もある。 いろいろと引っ張られてるみたい。エイガン以外の勢力が火星に。招待長、マップを確認して行ける場所がないか注意して。邪魔しないで。火力だ。ファンネル。クソ、モビルアーマーがこんなところまで。バルバトスやクシオンは動かせねえってのに。団長、今招待長とキオ君が向かってます。持ちこたえて。手を預けてもらった俺の指導を 今度から運んでみる。いざとなりゃ。でも俺は火星の王にならなきゃいけないんだ。家族のために。団長、そのモビルスーツは。まさかこいつに乗ることになろうとはな。王様の椅子、団長さんが見つけられて知ってんだろ。火星で王になって、なってどうするつもりなんですか。お前がキオか。火星の王ってのは国家だね。家族だ。 なんだってこいつは何匹も。エグザDBのデータによって不正が行われてるのかも。なんだそのエグザなんとかってやつは。昔
金の会場へと乗って武器などの製造に使う全てのテクノロジーを捨てる約束が交わされたんです。三日月くんや秋広くんは？モビルアーマーとの戦闘にガンダムフレームは出せねえ。荒屋敷のリミッターが作動して動けないからね。今度そのリミッターってのに異常があれば三河、そうだキヨ、お前の機体は大丈夫なんだな。はい、オルガさん行こう、ガンダム。どうだ、やってやったぜ。端までおっけきゃ。でもこの感じ、らせるしかないよ。まだいます。信じるぜ、キヨ。このまま行くぞ。了解、小隊長、先行して。あれ、近くに別の何かもいる。レイガンのモビルスーツがブレイクイン。クソ、次から次へと。誰だお前ら、邪魔すんじゃねえ。どいてくれ。ここは僕たちの家庭じゃないんだ。何言ってんだキヨ。 X ラウンダーって彼はやっぱり気づいてるんだ。小隊長、ブレイクアウトさせ。くっ、やつめ、出やる。ブレイク反応、レイガンだよ。クソ、邪魔するんじゃねえ。最後にモビルアーマーさえ倒せりゃ。僕を待ってる人がいる、そこを通して。少年長、強行突破よ。ゼルヤ、ゼルヤ。うわあ、お前ら、無事か？団長？うわー！ゼラギウスの力、今ここで見せる。ベイガンギア、出る！てめえ、よくも仲間を。ゼラギウス？でも、この感じ、まさか。フェザールイゼルカントの遺伝子を受け継ぐ最高の X ランダー能力の風速、人の心に届かない戦士、その彼は、すでに取り込まれたんだ。そんな、あの人にやめるんだ。ここでの戦いは一気に殲滅する。終わっていない。ガンダムと全ての連邦軍モビルスーツ殲滅。キロ、やっとここまで来たんだ、やるぞ。そうよ、メーガンギアシドをブレイクアウトさせましょう。お前なら決着つけられるか。はい、僕ならあいつを止められる。誰かが終わらせなきゃ。ミカ、お前は無理することもなさそうだぜ。キヨ、お前は火星圏の悲しい現実を見てきた。我々の戦う理由を知ったはずだ。プロジェクトエデン、なんだそいつは。限られた資源と大地を奪い合う、血塗られた歴史を止めるため、新たな人類の歴史を担う優れた種を選び出す。戦争のない世界、穏やかで平和な理想の楽園、エデンを作り出すために。残った奴らはどうするんだ。そんな勝手なことはさせねえぞ。そんなの違う、間違ってる。これでモビルアーマー最後だ。あとは人たちは望んでいないんだ。ベイガンが地球を取り戻したとしても同じことだ。
繰り返されるだけだ。獣が縄張りを争って勝っただけのこと。本能で戦う獣と同等の行為だ。その身で分からせるしかないよ。人を高い次元に導き、より良き世界を作るために誰かが選択。なぜ分からないのだ、キヨ。やっぱり今のゼラにはイゼルカントさんの魂が宿っているんだ。人は良き未来を築かねばならない。なぜお前には分からない。やり方が間違っているんです。人が人を選んで理想郷を築くなんて。人が人であるためだ。今だって人は人だ。地球圏の人たちもこれで終わりだ。人が人ベイガンギア始動。ブレイクアウトを確認。よかった。じゃあ最後は。はい、僕が去ればいい。今度は僕たちの火星を助けなきゃ。キヨ、世話になった。頑張ろうぜ、お互いにな。はい、人はこれからも生きていきます。手を取り合って、きっと。ああ、進み続けるんだぜ、キヨ。お前も目指す場所まで。目的は果たした。全力で行く。ファンネル。